今ようやく、旅人の宿ノートに、ついてほっこり、してるところですね。で、運がいいことに、このスイカとこのシャーベットもね、運がいいことに出してもらえたし、でこのシャーベットがすごくそう絶妙な、なんだろう、冷やし加減というか、そのなんだろうな、ごめん、グルメじゃないからね、もうとにかくもう冷たすぎもせず、かといってゆるすぎもせず、本当にいい具合のシャーベットっていう感じだからシャーベットっていうんだけどはい、まああとは今ここが今かな、いやでもものすごく風情のある場所で、でまださっき福市っていう寿司屋で聞いたんだけど、まだ去年の終わりぐらいから始めたばっかりだそうです。だからまあそこら辺もすごい興味はあるしまああとはやっぱり自分の自衛能力がないとやっぱりこういうの務まらないと思うし、うん、まあいろいろやっぱり足を運ぶと分かることが多いから、もっともっとね、あと一泊してればよかったなと思うけどね、まあ日程が日程だからしゃあないけど、まああとはだらだらじゃないけども、まあここの街をねもっと見ていきたいです。明日は朝っぱらからね、チャリで激走だよね、チャリで激走な感じかな。